ナオミはセガが開発したアーケードゲーム基盤である。本基盤はヤギヒロが開発した。基盤の命名者は当時セガの副社長を務めていた鈴木久氏であり、同社製アーケードゲーム基盤モデル3に続くファイナルモデルスーパーモデルという意味合いから当時ファッション界のスーパーモデルであったナオミキャンベルにあやかってつけられた。公式にはあくまでも ニューアーケードオペレーションマシンイデアの略とされているが、発表会の前日に決まった後付けの名前であることが、公式サイトの裏話として書かれていたことがある。ナオミの、王は発表当時、ドリームキャストのロゴと同様の渦巻きマークであり、ドリームキャスト互換をほのめかすものであったが、海外のショーに出展した際、単なる渦巻きマークとして認識され波と読まれる、 ケースが多発、急遽シンプルなオレンジ色の王に改められた。モデル3に続く、セガアーケードゲームの主力基盤。ドリームキャストとのアーキテクチャの共用から来る、量産効果により、旧来のアーケードゲーム基盤をはるかにしのぐグラフィック、処理能力と低コストを両立させた。コストパフォーマンスの改善を目指したため、描画性能は、全世代のセガヒカルには劣る。 アーケード用と家庭用との相互の移植、並行開発が比較的多いであり、アーケード用と家庭用間で連動を行うタイトルも一部見受けられた。業界初の新ジャンマ企画の基盤としても知られている。本基盤は様々な拡張キットに対応しており、デフォルトで使用できるロムはロムボードであるが、専用の DIMM ボードと GD ドライブを 追加することにより GD-ROM も使用可能。スパイクアウトなど一部作品に関してはサウンドカードなどの増設も可能であり、前述の連動のためにビジュアルメモリリーダーを追加することも可能である。メインボードは最大4枚をスタック接続し処理性能を上げることも可能となっており、F355 チャレンジ、エアラインパイロッツ、セガストライクファイター等、 マルチモニタ機種に採用されている。後続のナオミには、ナオミの後継機種にあたる。上位互換性もあり、ナオミ用のソフトも動作する。DIMM ボードと GD-ROM は、ナオミと同じものが使用でき、ほぼ、デフォルトとなっている。グラフィック機能は、ナオミにおいては SH、SH-4 で行っていたジオメトリ演算を、別途専用チップとして実装しハードウェア化する。 ことにより、ナオミの300万ポリゴン、秒から1000万ポリゴン、秒に増強されており、環境マッピング機能についても不可軽減が施されている。さらに、ナオミと同じグラフィックチップをもう一つ追加し、計二つ搭載することで、レンダリング能力も増強している。キッズカードゲーム、メダルゲームなどでは、DIMM ボードと GD ドライブによって、 拡張されていた機能を1枚の基板に統合したシステムスプが存在する。この統合の際 GD ドライブはコンパクトフラッシュに DIMM ボードの DIMM はフラッシュロムに置き換えられネットワーク機能もオンボードとなった。I.O. 面では JVS 非対応となり代わりにパラレル I.O. の増強とサウンドアンプの追加が行われている。システムスプは 高中王者、シキングの後期ロットより採用されていた。ナオミ GD ロムシステムは2007年の、ノコネパズルタ、コロンを最後に採用タイトルが登場しなくなり、それ以降は、ロムボードがメインに戻っている。これは G、GD ロムディスクの生産ラインとドライブのメンテナンスが終了したことに加え、半導体価格の大幅な低下といった、要素等によるものであると言われる。 主に海外での補修用途として、ナオミニ以降の GD ロングタイトルをコンパクトフラッシュに置き換える CF ボックスと呼ばれるアップデートキットも存在する。1998年に登場して、以来2009年まで現役のシステムボードとして活躍。 新作の開発がされていた基盤でアーキテクチャを流用したアトミスウェーブの登場後もナオミを採用し続けたメーカーが少なくない。また一度アトミスウェーブに変更になった後ナオミに戻ってきたシリーズも一部存在する。最終バージョンのナオミにはセガが独自にシステムアーキテクチャから設計した最後のアーケード基盤となっており以降は x b o x 互換の千尋などの他社の家庭用ハードがベースの基板や Linux や Windows OS ベースのリンドバーグといったパソコンのアーキテクチャをベースとした基板にシフトしていくことになる。部品調達難に伴い修理サポートは一部のシステムスプ仕様タイトル以外2017年3月31日をもって終了した。 ドリームキャスト用 SH-4HD6417091 ドリームキャスト用パワービア2315-6201以下はすべてメダルゲームですべて AB 株式会社インプレスゲーム ON トークイベントセガハードの歴史を語り尽くすレポート歴代セガハードの生みの親が集結した有名のキャスティングが実現 ゲームウォッチ2021年2月15日閲覧水口哲也水口哲也のハチャメチャ人生がレズで人類を進化させるまで制約が想像を生むなんてもう言い訳しないゲームの企画書水口哲也氏全ファミニコゲーマーマレ https コロンス DENFAMINICOGAMER JP スラッシュ PROJECTBOK スラッシュ R e z i n f i n i t 水口2021年2月15日閲覧弊社製品保守対応の終了についてセガインタラクティブセガロジスティクスサービス2016年11月ありがとうございます